皆様こんにちは、森久美子です。このミュージカルの魅力はですね、映画で有名になった天使にラブソングをシスタークトなんですけれども、音楽がなんとアラン・メンケンさん。アラン・メンケンさんといえばディズニーで有名なアラジンや美女と野獣とか、もう大ヒットなアニメーションでも有名でございますけれども、そのアラン・メンケンさんが作った作品なんですよ。ですから音楽をものすごい力があり、素晴らしい楽曲になってます。この主役のデロリスなんですけれどね、このデロリスしたたかな女なんですよ。実は本当にね、それでぐうたら、もう本当にめんどくさい、やりたくない、できれば私でも最高なのになんでみんなわかんないのって言ってる女性がですね、である事件を目撃してしまい、ついこの修道院の中に入っていくわけでございますけれども、修道院の中でこのどうしようもないデロリスっていう女の人がですね、中道場の一つ一つの言葉にいろんなことが目覚め、どん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 変わっていくというね、あ、もうこれは何といってもハートウォーミングな本当に素敵なストーリーになってます。このデロリスがどん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 変わると同時にですね、この修道場の方たちも本当一人一人が何かに目覚め、誰かのために頑張ろうっていう力がどんどん湧いてきて、もう客席は皆さんハートがいっぱいあるくらいにハートウォーミングな、そんなストーリーになってます。この曲なんですけどもね、デロリスがね、いるところがねバレちゃって、こうかくまられてたんですけど、修道院に。それであるところにかくまられて他のところに行ったんですね。そこに行って、で、あって気がつきて、で、私の行く、あ、泣きそうだった、ごめんなさい、私のいる場所はね、ここじゃない、あ、私もう一回一緒に歌いたいって、こうデロリスがね目覚めるんですよ。その時のデロリスの歌最高です。涙ながらにしてもう私歌ってるんですけど、泣いてても歌えるんだから私ってやっぱり立派な歌手だったんだなと思いますはい、そことですね、もう一つ大好きなのが、若い、ここにいます、ここにいます、ここのね、セスター・メアリー・ロバートという役なんです、ここのロバートさんがですね、ちょっと涙拭いていいですか、はい、このセスター・メアリー・ロバートがね、私はこういうこともしたことない、こんなこともしたことない、だけど神様がやれって言ってるから、みんながやってる、やれって言ってるからって言って、こう、でも私のやりたいことはこういうことじゃないかもしれないって、彼女も目覚めていくわけですよ、自我に。その目覚めていく歌ももう本当に素敵で、私はね、その時にヒュッと引っ込んで、引っ込んでから彼女のこのいいとこの歌が始まるんですけど、もう袖で泣いてました。カーティスっていう、ちょっと悪い人なんですけど、これクラブの経営者なんですけど、彼に殺されそうになるんですけども、そのためにこの修道院に逃げるんですね。修道院でも殺されそうになった時に助けてくれるのがもうこのセスターたちなんですよ。もうとにかくこれ言っちゃいけない、ここまではね、もう言っちゃいけないけど、本当に最後の最後にね、こんな愛をもらえるかっていうものは存在しない、今のミュージカルの中でと思うくらい素晴らしい作品です。10月25日から11月12日まで、これ絶対皆さん見逃しちゃダメ、ほんとこれね絶対見てください。もう一回言います、10月25日から11月の12日までぜひいらしてください。絶対心が温かくなります。ちょうど寒くなる時期かな、すっごく暖かくなるかもしれません。ぜひいらしてください。お待ちしております。